車内信号。車内信号とは、鉄道の信号保安設備で、進度の開通状況を、運転台に伝送して運転手が見ることができるように、したものである。車上信号と呼ぶこともある。単純なシステムでは、単に路側の信号機の現時、緑、投稿、赤など、を表示するだけであるが、より洗練されたシステムでは、許容速度、近隣を走行中の他の列車の位置、 その他の線路の開通状況に関する動的な情報を表示する機能を持っている。現代のシステムでは速度を制御する装置、例えば ATC が車内信号に組み合わせられ、用いられて運転士に危険を警告したり、その警告を運転士が無視した場合に自動的にブレーキをかけたりするようになっている。車内信号のための伝送技術は、 高度軌道回路を用いたものからトランスポンダーを用いてコミュニケーションベースの列車制御を実現しているものまである。信号システムの主な目的は列車間に十分安全な距離を置き速度制限を守らせることである。車内信号は進路の脇や上に設置されて列車の動きを指示する路側信号機の改良として登場した。当初の車内信号は 単に路側信号機の現時を中継しているだけであったが、現代の車内信号では速度制御装置と組み合わせられて自動的に列車を止める機能を有している。車内信号は当初実験的にイギリスで1910年代に、アメリカ合衆国で1920年代に、オランダで1940年代に用いられていた。日本、アメリカの北東部、イギリス、フランス、 ドイツなどで運行されている高速鉄道では車内信号を用いることが基本となっている。ただし、それぞれで方式は異なっている。インターオペラビリティを改善する目的でヨーロッパでは国際規格としてアートムズヨーロピアンレールトラフィックマネージメントシステムの開発が行われている。アートムズの自動列車保安装置である ETOX ヨーロピアントレーンコントロールシステムは それ以前から用いられているヨーロッパ各国の信号システムを機能的に取り込んだ仕様になっている。ドイツのインズ氏、スイスの LZB、イギリスの TPWS、フランスの TVM などは若干の変更を加えることで ETOX と同等の機能を発揮することができる。北、アメリカではペンシルバニア鉄道、ペンシルベイニアレールロードと ユニオンスイッチシグナル、US&S、ユニオンスワティッシュシグナルが開発した、商用周波数の高度軌道回路を用いてそうする、車内信号が北東部でのデファクトスタンダードとなっている。マサチューセッツ湾港湾局、アンタレッドラインやロンドン地下鉄、ビクトリア線など、多くの高速大量輸送システムでこのシステムの改良版を使用しており、 日本の新幹線で用いられた初代の信号システムの基礎にもなっている。なお、日本においては、車内信号とはその名の通り運転台に信号を現時する機能のことを指し、それによる保安装置がなくても現時が表示できれば車内信号と呼ぶ。一方で地上から伝送された情報に基づいて動く保安装置があっても運転台に信号を現時する機能がない場合には、 車内信号とは呼ばない。しかし、地上から車上へ信号源地を伝送するという機能に着目して、どのような形であれ、車上に情報を伝送して、保安装置が動作するのであれば車上信号であると見ます場合もあり、以下の記事では、その解釈に基づいて単なる保安装置に関する記述も含んでいる。従来の信号システムでは、運転士は、 路側の信号機の源氏を確認して、それに基づいて運転しなければならない。この方式は人間のミスに弱く、源氏を見落としたり無視したりすれば事故を招く。また、システムが危険を明確に回避するようになっていないため、受動的なシステムであるとも言える。車内信号は停止源氏の信号機に接近すると自動的にブレーキがかかるため、 安全に対して、能動的なシステムである。このため、安全性を人間に頼る度合いが軽減される。車内信号システムには3つの種類がある。典型的には、車内信号システムという場合には、連続制御の運転台での信号表示と、速度制御装置のことを指す。しかし、路側信号機に点制御の警報、制御装置を組み合わせたものも、講義には、 車内信号の一部とみなすことができる。転生御のシステムでは、接近している信号機の現時情報を列車に伝送し、その現時に基づく制限を強制する。最も基本的な制限装置は、基本的な自動列車停止装置、ATS、オートマティックトレインストップであり、停止信号を棒進むした場合に、自動的にブレーキをかける。 鉄道ではかなり昔から使用されてきた。幹線では高速で走行していることとブレーキの減速度が低いことから ATS によるブレーキは非効率である場合があり、その代わりに減速の必要な信号を現時に接近すると警報を出すようにしているシステムもある。運転手が警報を無視すると一定時間後にブレーキが動作する。警報が運転手に確認されると あとは列車を安全に運転する責任は運転士にある。このシステムでは運転士が警報を確認しながら減速動作に失敗する危険性があるということは明白である。この危険性に対処するために停止現時の信号機に対する減速を強制し、棒を進むした場合には非常制度をかけるようなドイツの PZB90 やイギリスの TPWS トレーンプロテクションウォーニングシステムなどの新型の ATS が開発されてきた。ニュージャージートランジット、ニュージャージートランジットの通勤路線で用いられているアセイスのような最新のシステムでは、路側のトランスポンダからより複雑な情報を列車に伝送するようになっている。衝突の危険性はかなり減らされているが、それでも完全になくなっているわけではない。これらのシステムは、 人間のミスによる衝突をほぼ完全に防止できる、連続的な路側車内通信ベースのシステムに対する費用面での妥協となっている。連続制御のシステム、一般的には自動列車制御装置、ATC、オートマトレインコントロールといわれるでは、レールや線路脇に付設されたループ回線を用いて、連続的な路側信号システムと車上の通を実現している。 アメリカで最も一般的に用いられているシステムは、高度軌道回路を利用して車上に情報を伝送して、次の信号機の現時を運転台に表示するものである。車上の速度制御装置により、その信号機を通過するまでに、信号現時に対応した速度になるように制御される。しかしながら、 従来のシステムでは列車の現在位置と次の信号機までの距離を正確にキュール方法がなかったので停止現時の信号機の手前に正確に止めることはできなかった。ドイツの LZB やフランスの TVM などより新しい ATC システムではそれができるようになっている。LZB と TVM は高速鉄道新線に適用されている。アメリカでは トランスポンダベースのアクセスが完全な停止機能と、北東回路、NEC、ノーシーストコリドーでの線形による速度制限に対応した機を持っている。PTC、ポジティブトレーンコントロールは、前述の最新の ATG の持っている機能に加えて、追加の機能をより低いコストで提供するための、北、アメリカでの列車制御技術のことである。PTC では、 指令センターと列車の間を無線通信技術で結んでコストのかかる路側設備を削減している。このようなシステムはコミュニケーションベースの列車制御 c b t c コミュニケーションベースとト,トレインコントロールとして知られている。c b t c は従来の閉塞や連動装置の代わりになる様々な装置で構成されており GPS や管性広報装置など従来とは異なる。 列車位置検手段やデジタル無線による列車間、路側装置、分岐器や踏切など、運転指令員や指令センターとの更新などが含まれている。これらのシステムは次第に都市高速交通システムにおいて導入が進められており、ニューヨークのカナージー線、コノルシラインでの試験など、都市間の幹線でも試験が行われている。しかしながら、未だに 技術的に成熟しておらず、開発中か試験段階に止まっている。車内信号システムでは、地上から車上への情報伝送手段が必要となる。情報伝送手段としては、以下のようなものがある。最も基本的な車内信号システムは、地上の装置と列車との機械的な接触によるもので、ある。ニューヨーク市都市交通局やロンドン地下鉄などの、 いくつかの路線で現在でも使用されている脱子式 ATS と呼ばれているものである。停止信号が現時されると、線路脇に備えられているダコと呼ばれるアームが立ち上がる。列車の台車には、非常ブレーキのバルブが備えられている。停止現時の信号機を棒進むすると、ダコが非常ブレーキのバルブを開いて、非常停止させる。この方式の ATS も、 原始的なものではあるが車内信号の一種と言える。この方式では停止と進行の二元時しか存在しない。速度の制御はできず、運転台への信号の表示をせず、また実際に列車が信号を棒を進むしてからでなければ、ブレーキを動作させないが、それでもこのシステムがない場合に比べるとはるかに安全なものである。機械的連想手段の変形として、 自界が存在しないことを利用して停止現時を伝送するシステムがある。2003年までイギリスの鉄道で標準として用いられていた自動列車警報装置 AWS オートマウォーニングシステムは時期的に情報を伝送するシステムの例である。AWS でも二現時式のシステムとなっている。しかしながら AWS では 強制的な列車の停止はできず、単に警報を出し、確認動作を怠った時のみに列車が停止するものである。AWS を導入したことにより、イギリスの鉄道での多くの事故を防ぐことができたが、完全に信号を,棒を進むを防ぐことはできなかった。高速で信号を,棒を進むして事故につながる例が1997年以降続出したため、イギリスの鉄道では、 細かい速度調査をすることができる新しい TPWS に標準を更新した。次期伝送システムは機械的伝送システムに比べれば摩耗の問題がないため好ましい。しかし20世紀初頭にイギリスのグレートウエスタン鉄道では電気的な方式をテストした。これはレールの間に長い棒を設置して進行源時である時にはバッテリーにより供給された。 電流が流れるシステムであった。電磁誘導電装システムは、単純な磁界の存在に頼って伝送するシステムより、さらに進歩しているものである。この方式では、各信号機やその中間の必要とされる場所に、地上紙や誘導ループ線を設置する必要がある。誘導コイルが電磁界を変化させて列車に情報を、伝送する。電磁波の周波数により異なる意味が割り当てられている。 電磁誘導電装システムとしては、ドイツのインズ氏やイギリスの TPWS などの例がある。高度軌道回路を用いるシステムは、本質的にはレールを情報送信機として利用する電磁誘導式システムである。高度軌道回路により、標準の軌道回路の機能である列車の位置検知と、信号源時の連続的な列車への伝送の両方を実現している。この方式により、 地上子を設置する必要がなくなっている。高度軌道回路を用いたシステムの例としては、ペンシルバニア鉄道、ペンシルベイニアレールロードの標準システムやロンドン地下鉄のビクトリア線、マサチューセッツ湾港湾局、アンタレッドラインのものがある。課長周波数、AF、オーディオフリークエンシー軌道回路も、ハドソン、バーゲンライトレール、HBLR、ハドソン、 バージェンリッドレールやニューアークライトレール、ニューアークライトレールなどで利用されている。課長周波数軌道回路は従来の商用周波数軌道回路に比べて情報の伝送と受信にデジタル信号処理技術多用し、より安く単純に設計し実装することができる。アメリカ合衆国での社内信号システムは仲裁通商委員会 ICC インターステートコマースコミッションが1922年に出した自動列車保安装置のない列車は80マイル、毎時以上出してはいけないいう規制によって推進された。アッチソン・トピカンド、サンタフェ鉄道やニューヨークセントラル鉄道のようないくつかの大鉄道会社は、転生魚の電磁誘導式自動列車保安装置を導入すことによりこれに対応しようとしたが、 ペンシルバニア鉄道では運転の効率性を改善できる可能性を見出して最初の連続制御車内信号システムを導入した。ペンシルバニア鉄道の導入に対応して ICC は他の大鉄道会社に対して少なくとも一つの地域では連続制御車内信号技術を試験的に導入して技術の比較と運用の経験を積むように指令を出した。指示を受けた。 鉄道会社はあまり乗り気ではなく、ほとんどの会社ではその会社内で孤立した路線や、交通量の少ない路線に導入することで、車内信号に対応した設備を搭載しなければ、ならない期間の数を減らせるようにした。鉄道会社の中には、ペンシルバニア鉄道では拒否された、電磁誘導式のループコイルを使ったものを選択したところもあった。セントラルレールロードオブニュージャージー。 サザンディビョンに導入、レディング鉄道、アトランティックシティ本線、ディランティックシティメインナインに導入、ニューヨークセントラル鉄道などである。シカゴノースウェスタン鉄道、シカゴノースウェスターンとイリノイセントラル鉄道、イリノイセントラルは2元子式のシステムをシカゴの郊外路線のいくつかに導入した。この車内信号では進行か制限かの情報を表示した。さらにシカゴノースウェスタンは エルムハースト、エルムハーストと西シカゴの間の路線では中間の信号機を撤去して車内信号だけに頼って運行するということも言った。ペンシルバニア鉄道のシステムは大規模に導入された唯一のものであったためアメリカにおいてデファクトスタンダードとなり現在用いられている車内信号システムはほぼこの方式である。近年コミュニケーションベースの技術を利用して 路側設備や関連する従来の信号システムに関するコストを削減し、速度制限を強制し完全な停止を実現し、踏切の障害などにも対応する新しい車内信号方式が出現している。新型の車内信号システムの最初のものとしては、ニュージャージートランジットが交通量の少ないパスカックバレー線、パスキャックバレーラインに 試験目的で GP40PH-2 系ディーゼル機関車を追って導入した速度制御システム SES スピードエンフォースメントシステムがある SES ではトランスポンダを路側の閉塞信号機に取り付けて信号源時の速度を強制するようになっている SES は警報を出して運転士がブレーキをかけるような猶予を与えずに直ちにブレーキを自動的に作用させるように なっている。SES は2007年にペンシルバニア鉄道式の車内信号システムに更新されてパスカックバレー線から撤去された。アムトラックはアクセスアドバンストシビルスピードエンフォースメントシステムと呼ばれるシステムをアセラエクスプレスに導入することを決定した。アクセスは従来のペンシルバニア鉄道式車内信号のオーバレーとして導入され、 SES と同じ方式のトランスポンダを使ってカーブやその他の線形状の速度制限を強制する仕組みになっている。車上の信号装置がパルスコードの信号機の現時速度とアクセスの線形による制限速度を処理してより低い型を適用する。アクセスでは絶対信号機の手前で完全に列車を停止させる機能を有し、 さらに停車した機関車からデータ通信無線で送られた信号により運転指令員がその信号機の現時を操作することができるようになっている。後にこれは車内信号装置のディスプレイ上に停止現時解放ボタンを設ける方式に変わった。アクセスはボストン・ワシントン DC 今の北東回路に徐々に導入が進められているが使用されるのは大抵の場合高速列車のみである。 1920年代にペンシルバニア鉄道によって導入された車内信号システムが最初の広く使用された車内信号装置であり北アメリカにおいて今でも広く用いられているこの方式はレールに流される電気信号に基づいて機関車の運転台に連続的に信号源地を表示するようになっている技術はペンシルバニア鉄道と関係の深い ユニオンスイッチシグナルによって開発された。最初の試験導入は、サンバリー、サンベリーとルイスタウン、リューイストウンの間で行われ、線路に3つの源時、制限、接近、進行に対応した誘導ループ線を設置して、60Hz の商用周波数の信号を流すようにした。試験導入では、路側の閉塞信号機を外して、 車内信号だけに頼って運転するということも行われた。ペンシルバニア鉄道ではもう一つのループ式システムをノーザンセントラル線のボルチモア、ボールトモアとハリスバーグ、ハリスバーグの間に1926年に導入し、こちらでは 100Hz の信号電流を使った。1927年にペンシルバニア鉄道は誘導ループの代わりにパルスコードを使った新しい 車内信号の試験を開始した。100Hz の信号電流のパルスが、レール面から数インチの高さで先輪の前にある線で、電磁誘導により検出されるようになっていた。コ度ドは 180ppm で、クリア、120ppm で、アプローチミディアム、75ppm で、アプローチ、0で、リストリクティングを表す。 パルスの周波数は、信号の反射で生じる向上波成分が5原子を引き起こさないように、どの原子でも他の原子の周波数の倍数にならないように選択されている。このシステムは、信号電流が立たれると、リストリクティングとなるので、増える性不正がある。高度は、閉塞区間の先端から列車に向かって、送信されるようになっており、これにより、レールが破損したり、 他の列車が閉塞区間に侵入したりすると高度が途絶えて車内信号がリストリクティングになるようになっている。当初は車内信号装置は ATS のように動作して信号源時が変化すると運転士がそれに対応して自動ブレーキが動作する前にブレーキをかけることができるようになっていた。あとに旅客用の機関車では a t c のように常に 速度制限を強制するように改修されたアプローチミディアム45メートル ph、アプローチ30メートル ph、リストリクティング20メートル ph。時間をかけてペンシルバニア鉄道は車内信号システムを東部の鉄道路線にピッツバーグからフィラデルフィアまで、ニューヨークからワシントンまで導入した。電化が行われるに至り、レールに流れる。 基線電流の 25Hz の高上波成分を避けるために、高度の周波数は91と3分の 2Hz に変更しなければならなかった。このシステムは後にコンレール、コンレールやアムトラックなど、ペンシルバニア鉄道の走っていた地域で、通勤路線を運行している多くの鉄道会社に、引き継がれた。車内信号システム区間を走る列車はすべて装置を備えていなければならないため、 これらの鉄道会社の機関車は、ほとんどが、車内信号装置を備えている。インターオペラビリティの問題から、ペンシルバニア鉄道式の4現時車内、信号システムは、デファクトスタンダードとなっており、新たに導入される、車内信号システムのほとんどすべてがこのシステム使うか、その互換のものとなっている。PTC、ポジティブトレインコントロールは、 車内信号システムにオーバレーとして導入したり、それを完全に置き換えたりすることができるシステムである。PTC に含まれるシステムは、ゼネラルエレクトリック社が、ミシガン州のシカゴデトロイト間に導入したイタックス、インクリメンタルトレーンコントロール、システムと、イリノイ州のシカゴセントルイス間で、テストされているナハトック、ノースアメリカン、ジョイントポジティブトレーンコントロールがある。 イタックスは2002年から90マイル毎時、時速 145km での営業運転を開始している。他には、アラスカ鉄道の CAS、CSX トランスポーテーションの CBTM、BNSF 鉄道のエトムズなどがある。パルスコード式起動回路では1分間あたりのパルスの数をカウントするのに対し、課長周波数、AF、オーディオフリークエンシー起動回路では、 2000Hz から2万 Hz 程度の信号周波数を使用する。パルスコードが数マイル程度伝達するのに対し、過長周波数は周波数が高いために減衰が早く、数百フィートから数千フィート程度しか伝達しない。しかしながらこれは閉塞区間の長さにしっかり合わせた周波数を選択することで、軌道回路の絶縁をなくすことができるという利点がある。 列車頻度が高く閉塞長が短い都市、高速鉄道や、ライトレールシステムなどのシステムでは、これにより、絶縁継ぎ目や、インピーダンスボンドの数を減らすことができて、大きなコストダウンにつながる。標準の軌道回路と全く同じように、課長周波数軌道回路でも、列車の位置検知機能と車上への信号源時の、伝送を行える。車上装置は課長周波数の伝送周波数から、 信号源時の情報を取り出して、列車制御装置によって警報を出したり、列車の速度を自動的に調整したりする。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。